美容師はパーマネントウェーブ、血発、化粧等の方法により、容姿を美しくするサービス業就労者を言う。日本において、美容師は国家資格とされている。厚生労働大臣の免許を受けた美容師でなければ、美容業としてはならない。そして、美容師になるためには、美容師国家試験に合格する必要がある。試験受験には、都道府県知事の指定した。 美容師養成施設において、厚生労働省令で定める期間の教育を受ける必要がある。専門は、美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為で、あるので、美容師または、利用師でなければ、これを行として言ってはならない。なお、投資各社は、教育職員検定により、特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状が与えられる制度があり、 定められた経験、単位習得により普通免許状に移行できる。1950年代の美容室の様子。当時の美容師は、美容室ごとに、揃いの白衣を着ていた日本においては、髪結い床として、女性の髪結いや、男性のちょんまげなどを言ってきたが、明治4年8月9日に発布されたいわゆる、三発脱型な例より、近代利用業として生まれ変わる。この明治期には、 男子が西洋風の短髪にすることを三髪、伝統的な曲げ型にすることを結髪と言い,い、特に西洋風の髪型については、理髪症へ赴いて髪型を整えた。理髪症の名称は原服の折の理髪に由来しており、明治末には理髪業が見え、理髪書や理髪店、理髪師の故障も一般化した。女子の場合は、明治期以前より洋少と長じての髪型が、 各数種あり、嫁して、後の髪型として、丸曲げ、片外に詞、かんざしを飾ることが一般的であった。同時代の女学校では、修身や招待客への礼法とともに、家政科の理髪では、伝統的に主義の一つとされた女子、自ら曲げを言う手法を教えていた。1九百年頃の理髪師は、理髪剣の見習い等から、初めて職人となり、理髪師は、 土定制度、または年期方向等を経て、道具を揃え、約5年で開業することが一般的であった。また、開業資金のためにその後も、他店で働き、非域のお客を得て独立する者もいた。1957年主に女性客のために、利用手法から美容手法が独立する。現在においても美容手法は、美容とは、パーマネントウェーブ、血発、 化粧等の方法により、容姿を美しくすることとされている。美容師が、コールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う、美容行為の一環として、カッティングを行うことは、美容の範囲に含まれる。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。となっており、カットを含め、化粧、マニキュアヘアエクステンションなど、 女性のための号となっている。ただ、時代の流れにより実際は、美容所でも、男性のカットをしている店も多い。厳密に言うと、男性にコールドパーマネントウェーブを行うこと、及びそれに付随して、髪のカッティングを行うことは認められるが、男性に対しカッティングのみを行うことはできない。という見解が厚生省から出されている。一方、女性に関しては、 コールドパーマネントウェーブに付随せず、カッティングのみを行うことは認められている。2015年7月17日に、厚労省から新たな通知が出され、性別に関係なく利用士のコールドパーマネントウェーブと、美容師のカッティングが認められた。対象2年、東京女子美髪学校が最初に認可され、血髪技術の教授を目的に、女神由衣の師匠たちによって設立された。 美髪は、この当時、美容という用語が一般的でなかったため、美髪業界がその技術向上を図る目的で、設立した第二本美髪会から引用したと考えられる。教科に美顔術があり、女神由の近代化の原点は、皮膚の整理や病理及び衛生管理など、医学的知識の習得にあったと考えられる。さらに特筆すべきは、東京で大正11年に、 肌と髪の手入れ法や化粧法を教授する専門校として日本女子美容術学校が北原富夫によって設立されている。他の府県では大正4年大阪美髪女学校や大正13年神戸美髪99学校などが設立されている。大正期は都市の一般大衆の生活の欧風化が進展し、女性の社会進出も認められ始めた。 また女性ファッションの主流側はそうであったとはいえ、日本髪や即発の衰退傾向は見え始めていた。高木女子美髪学校の教科に洋髪技術の存在することがこのことを示している。このように認可された学校に対して無認可の学校や講習所も多く存在した。美容講習所がその一つで、設立者のマリー・ルイズはウェーブ技術の普及によって日本髪、 即発から洋発への過渡期における近代美容の石を築いたと考えられる。また業界にあって美容の近代化に果たした遠藤初子や山本被災及び山野千恵子らの功績も大きい。教えないことが本音の途定制度化にあった女上優いたちが学校を設立した裏には専業からの脱却という地位工場への根付き思いが存在する。女性が仕事を持つことや 女神優位にまつわる様々な偏見を少しでも払拭するために東京女子美髪学校の校則にあるように学校は結発に絶起する知識及び技能を受け低縮優位の婦人の養成を担う役割を持ったのである。刑務所内でも模範囚の場合美容師の教育を受けることが可能である。今日美容師は専門職として高い社会的評価を受け雑誌などに紹介される場合、 先生と呼称される場合が多い。白髪人口の増大とヘアカラーをファッションして楽しむ世代によってヘアカラーが普及し、ヘアカラー市場規模は1985年頃には400億円前後であったが1990年代に入り、飛躍的な成長を遂げ、2000年には1000億円超える大きな規模になった。1994年ゼネラリストであった美容師から、 ヘアカラーのスペシャリスト、ヘアカラーリストが誕生した。それは、美容師への高度なヘアカラー技能、知識、センス、ノウハウの充実が生み出した新たな美容師の創出である。その歴史は浅く、NY で働いていた日本人によって1994年大阪に、分業家の専門サロンが誕生し、名門、ウォーレン取り込み、フレデリック・ヘッカイ、ルイス・リカーリで活躍していた。 ヘアカラーリストによって日本のヘアカラーリスト文化が始まったと言われている。また NPO 法人日本ヘアカラー協会に所属するヘアカラーリストによって全国でサロンカラーの浸透と啓蒙活動が行われている。中国語では美容師はエステティシャンのことであり美容師は美髪師といういずれも国家職業技能資格とされている。 中国の美容教育を行う施設には、美容師職業技能訓練校、中等職業技能学校及び職業高等学校、職業学院、大学がある。これらの施設とは別に、中国には、弟子が、師匠から教わる、徒弟制度がある。しかし、中国においては、産業別の収益等の情報は公開されておらず、美容サロン、エステサロン等を網羅した統計も、 公表されていないことから不明な点が多いとされる。台湾でも美容師はエステティシャンのいずれも免許制となっており、平級とおつきゅうがある。平級女子美発技術師の受験資格は、満15歳、または中卒者で2009年12月現在の有資格者は18万3824人である。おつきゅう女子美発技術師の受験資格は、 平級女子美発技術士を取得後ま二2年以上のものなどで2009年12月現在の有資格者は3730人である。韓国の美容師免許は技能士としての美容師免許と美容師免許技能匠としての美容匠の資格があり、いずれも保健福祉部が資格証を発行している。韓国では韓国産業人力工団が美容師資格試験を実施しているが、 美容師資格については受験資格に制限はない。美容匠の受験資格は美容師資格を取得して8年以上、または職歴11年以上の実務経験者でなければならない。なお、美容室を開業するには市、軍、区長の免許が必要である。ありがとうございます。